お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、皆さんついにですね、5月3日、東京ノービスボディービル選手権大会前日となりました。まずですね、会場を変えていただいて、もうとにかく多分探し回っていただいたと思うんです。こう開催できることにまずは感謝を申し上げたいと思います。本当に、JBBF の、連盟の皆さんありがとうございます。はい、です。それでですね、まあ、自分が、チャンネル登録者数5000人いったらですね、まあ、ライブ配信をすると、言ったんですけども、明日5月3日東京ノービスのバックステージでですね、やっていきたいなと思っております。なんで、会場入ります。で、ライブ配信をやりますっていう感じで、バックステージ裏での、まあ、ちょっと自分とね、自分を見ていただけたらなと思いますので、まあ、多分1時に体重の計量があって、で、僕らの出るのが15時過ぎなのかな。だから多分15時ぐらいにはライブ配信するかなと思うんで、まあ、もしかしたらね、ちょっとごちゃごちゃなっちゃってできない可能性もあるんですけども、なるべくしたいなと思うのでね、見ていただけたらなと思います。もし本当に忙しくてできない場合は、もう本当コメントだけもらっちゃってね、ちょっと返せない場合もあると思うんですけども、とにかく流していきたいなっていう方向でやっていくんで、よろしくお願いします。じゃあ明日5月3日まずね、当日計量を乗り切って、当日しかないんですよね、今回は。前日あれば一番良かったんですけども、とりあえず今測ったらですね 74.9 ギリギリ乗っかってるということで、明日ね、また再調整して当日計量を乗り切っていきたいなと思います。じゃあ皆さん本当に、明日は頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまた。